アプローチをするときに9時にバックスイングして3時にフォロースルーを出す。フォローを先にイメージとして作って1、2、フォローのスピードをイメージしてからバックスイングを作ると。こんにちは、中井学です。アプローチ解体新書、今回のテーマは等加速で打つです。等加速で打つで、実際にこの言葉は知ってはいるけど実際にはうまく活用されていない言葉でもあるんです。まあ、簡単に言ってしまうと、アプローチをするときにクラブヘッドの重みで落下していくようなスピードで加速させていく。要は緩めない、早めない、強めない。ヘッドは惰性でボールを捉えてフォローに向かっていくというのが原理です。ですから要は1、2、1、2、1、2とバックスイングとフォロースルーのスピードがほぼ一定というのが本当のところなんですが、例えば時計の文字盤をイメージして9時にバックスイングして3時にフォロースルーを出す。要するに左右対称になるように振るということが、これが同じ等加速だと感じていらっしゃる方非常に多いんです。実は実際にはヘッドの重みで、ヘッドのスピードでボールにスピンをかけてアプローチをするというのはその振り幅では打てません。ですからなるべく時計の文字盤を考えずに、例えばこれだいたい20ヤードぐらいまであるんですけど、ピンまで。まず我々は何をしているかというと、フォローを先にイメージとして作って、まあ要はいわゆる1、2でいう2ですよね。2のスピードをイメージします。2、2、2、あ、これぐらいでいくなと思った段階で1のスピード、そして1のバックスイングの大きさが決まるわけですね。ではやってみます。1回1、2で打ってみます。1、2、1、2、1、2というふうに寄っていくわけです。でもこれが1、2、1、2というふうになってしまうと、1、2というふうになってしまうと、このようにトップしたり大きなミスにつながっていくわけですね。なのでこれから練習されるときに、この1、2、1、2、1、2のこの2拍子のリズムを常に感じていただきながらアプローチを打つ。特に目標方向を見ながら2、2、2というふうに、そのフォローのスピードをイメージしてからバックスイングを作るというふうに、実際に等速のスイングが覚えられることになりますので、一度カウントしながら打つことを練習の中から取り入れてみてください。